はい、皆さんお疲れです。ドラゴンです。今回はプロ野球都道府県別ベスト9の広島県編をお伝えしたいなと思います。広島県もう多分強いっしょ。もう作る前からね、もう強いんじゃないかなと思っております。なので、どんなメンバーが出てくるのか、まあ、そこをね予想しながら見ていただけると楽しめるかなと思うので、よろしくお願いします。それでは始めていきましょう。レディーゴー。はい、1番はセンターで柳田悠岐選手にしました。現役最強のスラッガーでしょう。走攻守、3拍子揃ったトリプルスリー達成者で、その柳田選手はこの広島から、生まれ育ちました。2020年は最多安打を獲得し、またまたタイトル獲得となりました。2番セカンド大下剛選手ですね。パリーグ初のセカンドでの、ダイヤモンドグラブ、まあ、今でいうゴールデングラブ賞ね、それの、受賞者です。通算295盗塁という、盗塁数を誇る、俊足のバッターでもあります。はい、3番はレッドで谷本智明選手ですね。兄貴の愛称で、親しまれたパワーヒッターで、左打席からの強烈な打球を放ち、平成最多の本塁打数を記録しています。1492試合連続シングル試合フルイニング出場という世界記録も持っております。4番ライトで山本浩二選手ですね。 NPB、史上唯一大学卒の選手で500本塁打以上のアーチをかけたホームランアーティストで、広島一筋18年、ミスター赤ヘルと呼ばれた選手です。つけていた背番号8はね、永久欠番として扱われております。広島のレジェンド。はい、5番指名打者で張本勲選手、走攻守3拍子揃った昭和の大打者ですね。史上初の NPB 3000本安打打者で、史上最多記録となる16度、かつ9年連続ねシーズン打率3割、唯一の500本塁打&300盗塁を達成しているレジェンドです。6番ファーストで中田翔選手ですね。3度のシーズン打点を達成している強打者で、チームメートからね大将の愛称で呼ばれており、後輩の面倒見が非常にいい選手です。通算257本塁打、9月37打点、2020年はね自身初の30本塁打を記録しました。7番サードで新井貴浩選手ですね。カープが生んだ名スラッガーで、通算319本塁打、2005年にはね43本塁打で本塁打を獲得、チャンスに強いバッティングで多くの名場面を作ってきました。2016年はね広島にカムバックし MVP を獲得しております。
8番キャッチャーで谷重元信選手です。通算3021試合出場は日本プロ野球記録であり、1999年にはねリーグ最多の13敬遠を食らうほどの打撃の力を持つ、スーパーキャッチャーです。もうレジェンドキャッチャーと言っても過言ではないですね。谷重欲しいですね。はい、9番ショートで三岡智弘選手、広角打法がね武器の攻撃型ショートストップで、ショートの守備もね三遊間の深い位置から、ね、もう打球も難なくさばいていた、万能ショートストップでしたね。2003年にはね打率3割29本、14盗塁という走行守備を当てて活躍していました。エースは村田兆治投手、正刈投法のロッテの伝説的ピッチャーですね。150キロ台の剛速球と、そしてフォークボール。この2球種で、もう主にバッターを圧倒しておりですね、一世を風靡したピッチャーでございます。エースは村田兆治投手でいきたいなと思います。藤村貴男投手ですね。大阪タイガースのエースとして巨人キラーとして活躍、大打者ジャジャウマこと青田昇選手を得意としていました。西村達治投手、ヤクルト、近鉄、ダイエーの3球団にわたり先発中継ぎでマルチに活躍したピッチャー、ルーキーイヤーから3年連続で2桁勝利をマークしています。はい、湯野木進投手、パリーグ投手初の MVP 受賞者で 54.1 イニング連続無四死四球という抜群の制球力を武器に活躍をしていました。はい、有原康平投手ですね。最速156キロのストレートと多彩な変化球で勝負するピッチャー。2021年からね、テキサスレンジャーズに入団し、メジャーに挑戦します。田口和人投手、地元広島の医療機関にマスクを寄付するという素晴らしい社会貢献を行ったピッチャー。ストレートのキレと多彩な変化球を武器に先発中継ぎで活躍しております。セットアッパーは西村健太郎投手、最速153キロのストレート、落差の大きいフォーク、右肩の、懐をつく高速シュート、これを武器に活躍したピッチャーで、2010年にはね32セーブ、2013年には42セーブをマークしています。はい、高津慎吾投手ですね。サイドハンドからの癖玉で、打ち取る珍しいタイプの守護神、歴代2位となる通算286セーブ、史上2人目となる MVB、MLB 通算300セーブを記録しています。4度の最多セーブに輝いております。はい、いかがでしたでしょうか。以上、広島県出身の都道府県別最強オーダーでした。この動画が少しでも良かったなと思っていただけた方はチャンネル登録と高評価お待ちしておりますので、よろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。